はい、えー、今度はですね数研出版のコネクト数学 2B のですね、えー、156ページの、えー、79番の問題ですね、えー、この問題がちょっと解説していこうかなと思います次の条件によって定められる数列永遠の一般項を括弧で示した置き換えを利用することにより求めようと。 ということですね。あまあ、とりあえず、えー、こいつが邪魔なので、両辺を両辺を3の n プラス1乗で、えー、割るとどうなるかっていうと、3の n プラス1乗分の a n プラス1イコール 3の n プラス1乗って3かける3の n 乗と一緒なので約分ができてですね2の3の n 乗分の an でこれが1になりますよね同じものを同じ形でやってるのででここでえ bn イコール3の n 乗分の an と置くと bn プラス1 プラス1イコール 2bn プラス1ってなるよねと。でまた、b1 っていうのはあ今ここは1なんでここは1になりますよね。で、ここも1が入るんで3分の a1 っていうのは6だから6で b1 は2ってわかると。で、えと、ー、 こいつを、一をえ変形か変形するとまあこれ C において計算するっていうのを多分やってると思うんで Bn+1+1 プラス,1プラス1イコール2括弧 Bn+1 っていうふうに変形できるよねと。で B1 っ、え、て、ー、いうのは B1 プラス1っていうのは諸項が3だよねってことは Bn プラス1ねプラス1は諸項が諸項が3で公費、えー、が2だよねと。 そうすると、BN 大きい方のプラスの1っていうのは3、3×2 の n-1 乗、つまり BN っていうのは3、3×2 のマイナス1乗をマイナス1だよね。これ、移行してきてね、と。で、ここで今、AN、これを AN イコールにするんですね。そうすると、AN か。AN って。 っていうのは3の n 乗を Bn だよね。ってことは An っていうのは3の n 乗括弧ける2の n 乗マイナス1マイナス1括弧閉じだよね。と。これがまあ答えとして出てくるわけですね。うん、でお次いきますね。 これもまた両辺をですねでここで気をつけてほしいのがあ4の n 乗っていう形にしたいので今度は両辺を4の n プラス1乗で割るわけですねそうすると4の n プラス1乗分の an プラス1イコールプラス1なんでここが3で のの n 乗分 a でここが4が残るわけですね。で、えー、Bn イコール4の N 乗分の An と置くと Bn プラス1イコール 3Bn プラス4と。でこれを丸1としといてでまたまた。また また B1 っていうのは今度はこれですよね、えー。4分の4だから1だよねと。で、えー、丸1をまた変形ですね。変形すると,、えー、と Bn プラス1でここがあー C で置いて考えるから。 えー、2c イコールマイナス c だから c イコールマイナス1かな、うん、マイナス2かうん、4だからねあ,あそうだねマイナス2なのでプラス2の、うん、イコール3の bn プラス2ってなって、えー、で。 B1 っていうのはプラス二だからこれが B1 がさっき出したこれ1でしたよねなんで3ってことは Bn プラス二はああ諸行が3あこうなってねえな諸行が3でえー 公ーが三ですよね。ってことは、あ、Bn、おきほのプラスには三の三の n マイナス一乗になるから、Bn っていうのは三の n 乗をマイナス二だよねと。でここでさっきのこれですよね。a n イコール四の n 乗の b n となっているから、4の n 乗カッコ3の n 乗マイナス2っていうのが a n になるよねっていうふうにまあ出てくればいいかなと思いますね。であともう一問ですね。うん。で、えー、次が隣のページのーあその下あ下の80番ですね。次の条件によって で、定められる数列 AN の一般項を BN イコール AN 分の1と置くことにより求めようと。で、こいつはねえ、逆数にしてあげます。そうするとどうなるかっていうと、AN プラス1分の1イコール AN 分の AN プラス1っていうふうにまず置くことができる。 でこれを置いたらうんとこれをね、えー、さらに変形していくと1プラス AN 分の1っていうふうになるよねと。でここで BN イコール AN 分の1っておくと BN プラス1は BN プラス 1? っていう風になるよねと、うん、で、えー、ここで B1 っていうのは A1 なので、えー、1分の1だから1になりますよね。で、えー、BN は、えー、初項が1、えー、初項が1。 交差これ足し算ですからね交差が1と。ってことは Bn っていうのは n になるよねと。でここで An こいつを使ってですね An っていうのは Bn 分の1だよねってことは n 分の1っていうふうに出るよねっていうふうに持ってってもらえれば。 いいです。で、今度はカッ二番になりますね。カッ二番の方もですね、まずこれを逆数にしてもらって、えー、a n プラス1分の1イコール a n 分の 22a n プラス3っていうふうに置いてもらって、そうすると a n プラス 1>, 1分の1っていうのはこれ2プラス AN 分の3っていうふうになるよねとでここで、えー、BN イコール AN 分の1と置くと BN プラス1っていうのは 3BN プラス2っていうふうにここのとこはね えー、3る b n っていうふうになりますよね。うん、っていうふうに置けるんだよと。で、えー、そしたらですね、えー、B1 を考えていくと B1 っていうのは A1 分の1、H、になりますよねこっから。そうすると A1、えー、っていうのは1 2分の1なんで逆数にして1にかけるってことは2になるので B1 は2だよねと。でここで。 また全化式、えー、ですね。これの変形をやると、BN プラス1っていうのは、プラス1イコール3カッコ BN プラス1っていうふうにすることができるよね。とで、えー、ここで、えー、BN、うん、プラス1って っていうのはどうなるかっていうと B1 があーあー2だったので、えー、2たす1まあ B1 ですよね B1 プラス 1Bn プラス1の初項は3になるよねとなので、えー、Bn 数列 Bn プラス1は、えー、初項が 3でコ、えーヒーが3の等比数列であるよねとそうすると BN、うん、プラス1イコール3の 3N マイナス1なんで 3N になるよねとそうすると、うん、BN っていうのは 3n だよねとでここで、えー、さっきのこれですよねこれから an っていうのは bn 分の1っていうふうにこれ変形できますよねこいつをね。なので an っていうのは3の n 乗マイナス1分の1になるよねっていうふうに持ってこれればいいかなと思いますね。うん ちょっと長くなりましたけども以上で解説を終わりにしますもしよろしかったらチャンネル登録高評価コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました